はい、こんちー、やすけです。ということで、今回はですね、アルカトラズ立ち回り講座ということで、まあね、通常と違うんで、まあアルカトラズの立ち回りもクソもねえだろっていう、まあ目の前に来た敵をやるだけだろっていう感じに思うと思うんですけど、まあアルカトラズでもね、まあソロスクで、まあ勝てるような立ち回り方法っていうことで、まあ僕がね、何個か意識していることを話していけたらなっていう感じなんですけど、まあ、今回ね、ソロスクでまあ30キルの方行ったんですけど、まあ過去にね、まあ最高でアルカトラズ僕37キル出してるんで、まあ30キルはね、結構何回も出してるんで、まあ僕がね、まあ接敵してる時に意識してることだったりとか、同時に意識してることっていうのをね、まあ解説しながらね、まあ話していけたらなっていう感じなんですけど、まあ言うてもね、アルカトラズもうあと数日で終わっちゃうんで、またね、まあ今回だったりとか、まあ次回来た時にね、まあ参考になればなっていう感じなんで、ぜひ最後までご覧くださいということで、まあ僕らのチャンネルではね、検証系の動画を中心にいろいろな動画出してるんで、ぜひチャンネル登録まだの方は登録していただいて、他の動画も見てくださいということです。それでは行きましょう。はい、ということでね、話していこうかなっていう感じなんですけど、まあね、ちょっと見ていただいたらわかるんですけどね、結構ね、僕もね、甘えてるシーンあるんで、そこはちょっと見逃してもろてっていう感じで解説の方していきたいと思います。まあ早速ね、僕いつも降りるのがセルハウスなんですけど、セルハウスのね、一番角っこですね、まあどちらでもいいんですけど、角っこ降りていただいて、まあ上から見た時に、この場合だと緑箱があったんでね、まあ緑箱に降りて、一番最初に武器を取ってね、まあ降りてきた敵を対応しようかなっていう感じなんですけど、まあちょうど3別とか持ちてたんで、もう拾って足音の鳴る方向にね、向かって早速もう敵を買っていくって感じなんですけど、まあ最初はね、セルハウスに降りたりとか、いろんな建物の上とかで漁ったりしてるんでね、まあこの間はヘイトが向かないかなっていう感じで、適当にもうこの辺は撃ちまくってるって感じなんですけど、まだ純粋にね、足音が鳴る方に僕は今向かってどんどん買っていくっていう感じなんですけど、まあ弾とかね、まあベストとか今回拾えたんですけど、まあベストとかが落ちてない場合とかも、このままね、もうどん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 敵を倒してって、敵が来てるベストだったりとか弾とか武器とかをね拾って、そのままどんどん倒していかないと30キルとかね間に合わないと思うんで、もうどん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 買ってってるって感じですかね。でこの場面でもね、しっかりね、ボットがやったね、やつをキルパクして、キル数稼ぐって、もう汚い手を使うって感じなんですけど、あとはね、基本的にクラスの方とかは、まあ落ちてるのね、どんどん拾って使っていけばいいんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ僕的にはね、まあメディックとディフェンダーっていうのが一番いいのかなっていう感じで、まあ忍者でもいいんですけど、まあ足音がね、聞こえないっていうのはあまりアルカトラズでは使えないし、まあグラップルもそんな使う場面っていうのが僕的にはあんまなかったんで、まあ今回はディフェンダー使ってやったっていう感じなんですけど、まあね、ボットが結構多かったんでね、今回ボットでキル数稼いでるっていうのも結構あるんですけど、まあプレイヤーとね、正面で撃ち合うっていう場面がほとんど今回に関してはなかったかなっていう感じで、まあここでね、こうやってディフェンダー拾えたんで、もうあとは行動に関してはね、結構甘えてる場面多いんですけど、アルカトラズだとね、まあこういうとこ歩いてると、まあフライトで復活した時に、僕とかよくやるのが、前やられた時にね、粘着してね、そのまま後ろ降りて、後ろから撃つっていうのがね、結構あると思うんですけど、まあその粘着対策でね、基本的に真ん中とかは歩かない方がいいんですけど、まあね、ディフェンダー持ってるんで、まあ基本的に後ろに来られても盾出して対応できるなっていう感じで、もう結構甘えてる場面が多分多いと思うんですけど、まあ後ろに降りてきたりとかね、敵がすぐにパッて出てきた時に対応できる場所を歩いて行動するっていうのがまあ一番いいのかなっていう感じで、まあね、ベストとかね、割れた時用にね、こうやって見つけたらね、取っとくのが一番いいかなっていう感じで、まあやる人多分あんまいないと思うんですけど、あとは建物とかいるとね、基本的に足音が聞こえた方向に、あの、ボットがいたりとか、プレイヤーがいたりするんで、まあそちらによってやっていくっていう感じで、たまにね、もうなんか、足音とかも全然なくて、どこに敵がいるんだろうみたいな、割と遠いなっていう場面の時とかは、僕結構階段登って上に行ったりしてるって感じですかね。上に行けば飛んでいけるし、まあ上にいる敵とかもね、高所取ってる敵ってのは結構多いと思うんで、まあそちらをね、買っていけばいいかなっていうことで、何もない時とかね、こうやって上に上がってるっていう感じですかね。
で、アドレナリンに関しては、もう拾ったらすぐ打つって感じですかね。で、基本的に、ちょっとでも削られたら、1本ある状態だったら、必ず打つっていう感じで、アーマープレートとかもね、今こうやって拾いに行ったのも、アーマープレートって結構なくなりにくいんで、まあ、3列目マックスの方が結構拾う場面がめんどくさいんでね、ああやってさっきみたいに保管してれば多分いいんですけど、保管してない場合とかはね、結構割れちゃったらめんどくさいんで、まあアーマープレートとか結構大事かなっていう感じで、まあこの場面とかもね結構甘えてるんですけど、まあ敵がこうやって撃ってきてるんだけど、もうそのまま突っ込んじゃうみたいな。まあ盾があるから突っ込んじゃうって感じなんですけど、通常だったらもうね、その前に結構撃たれてるよって感じなんですけど、まあこの場面では大丈夫でしたね。あとは向こう側にね、敵が一人いるんですけど、この場面でもね、投げ物投げて詰めればいいんですけど、まあこうやって全然当たらないのに撃っちゃって、もうそのまま詰めるっていうね、もう完全に甘えスタイルなんですけど。まあこの甘える場面でもね、基本的には体をあんまり出さずに撃ち合うっていうのが基本なんで、まあここの右前にね、一回入って、半身隠した状態で撃ち合いするっていうのがまあ一番ベストかなっていうことで、ここはこういう風に戦ってるって感じですかね。なんでこういう遮蔽物でね、体が隠せる場所があれば、こういうところで隠していただいて撃ち合うのがやっぱ一番いいかなっていう感じで、まあ撃ち負けそうになってしゃがめば射線も切れるんで、まあそういうとこを意識して、まあこういう場面とかだとね、まあ粘着されるのが怖いんで、角っこ歩いとけばね、まあ最悪粘着されてもね、海に落ちれば射線は切れるんで、まあこういったとこ歩くって感じですかね。で、物資とかの取るタイミングとかもね、今回このタイミングで取ったんですけど、もっと早い段階で別に取ってもよくて、まあ、使いやすい武器がね、あれば、それ使ってればいいんですけど、僕はね、まあ見た感じ近かったんで、まあ近いところに物資落ちたんで、まあこれ拾って、まあ今もね、右上に、マップの右上にね、落ちたんでね、そちらも拾いに行こうかなっていう感じで。でね、拾う時とかもね、本当はもっとクリアリングしたりとかね、周り確認した方がいいんですけど、もう盾持ってるから大丈夫って感じで、ガンガンもう甘いとこで突っ込んじゃってるって感じなんですよね。でね、この場面でもね、基本的に1体見つけて撃つんですけど、これ上から撃たれるんですよ、屋上から。なんで、盾だから、まあ、上から撃たれてもね、盾出して対応したんですけど、これがね、通常のクラスだとね、多分打ち負けちゃうんで、まあ、あんまりよろしくないかなっていう感じで、こういう建物の近く歩くときもね、基本的に建物のね、側ですかね、まあ、建物の一番寄ったところを歩いた方が、まあ、一番上からも撃たれにくいかなっていう感じで、まあ、この場面でもね、上に乗ってればよかったんですけど、下から撃つことによってね、相手はもう半身隠れてる状態での撃ち合いになるんで、結構不利な状況だったんですけど、まあここはなんとか勝ったから、まあよかったかなっていう感じなんですけど、まあ基本的にね、上乗ったりとか、まあ対等なね、立ち位置でね、撃ち合うのが一番いいと思うんで、まあ上乗った方がよかったかなっていう感じですかね、今のは。で、今ね、18削れてるんですけどね、もうこの状態でも アドレナリンは必ず打つんで、1、2差で負けるのが一番悔しいんでね、もう僕は、1、2削れててもアドレナリン打つかなっていう感じですかね。で、今敵を見つけたんでね、このまま詰めるんですけど、本当だったらね、投げ物があるんで、投げ物を投げてから詰めればいいっていう感じですかね。どちらかというと。もう盾もあるし、不意打ちかませるんでそのまま行っちゃったんですけど、まあ投げ物を投げれば一番硬いかなっていう感じですかね。でまあ、若干削れちゃったんでまたアドレナリン打ってしっかり打ち込んでから次の接敵に向かうって感じですかね。でこことかもね、もう油断、完全に油断してたんですけど、もうフェネ持ってね、いけたんでいいんですけど、あとはね、もうキル取られないようにね、右側から打っちゃったんですけど、本当は打ってる敵からね、やった方がいいかなっていう感じですかね。でしっかりアド打って、まあ高所取っていくっていう感じで上取るんですけど、右からね、アショットするんでね、右の敵に注目して撃つんですけど、後ろのね、灯台からね、スナイパーとかね、たまに狙ってる時とかあるんで、そういうのをもっと注意した方がいいかなっていう感じで、まあ、この場面ではね、撃たれなかったんでよかったんですけど、まあ、アンチ外降りてね、やりに行ってもいいんですけど、まあ、そこまでやる必要もないかなっていう感じで、ここはスルーしてますかね。
もう結構気になるんだけど、後ろから撃たれたからもう前行くっていう感じですかね。まあ案の定トーニー3人いたのかな、この状況の時ワンパぐらいいたと思うんですけど、まあなんでね、アサルトでこの距離ね抜くのは多分厳しいんで、まあ一回下に降りて、まあ近くの敵をやっていこうと思う時に、まあこうやって粘着されることってあるんで、まあ足音とかね、降りてきた音っていうのを注意して聞けば、まあこうやって今みたいに対応できるのと、まあディフェンダー上がるんでね、今の場面でもディフェンダーバンって出しちゃえば勝てるっていう感じなんですけど、で近くにね物資が落ちそうだったんで、ここもねアドレナリンがもう1個しかないんで、このアドレナリンを1個打っちゃうとね、もうアドがゼロになっちゃうんで、まあここの物資がね落ちてきたタイミングで、まあアドレナリン拾おうかなっていう感じですかね。まあねベストも取れるんでね、アーマープレート使う必要もないのかなっていう感じで、まあこれはタイミングが良かったかなっていう感じですかね。でこことかもね後ろしっかり注意すればよかったんですけど、敵がね全然いたっていう感じで、まあなぜ撃ってこなかったんだっていう感じなんですけど、でね敵が向かっていったんで、まあこれとかも盾出せばよかったんですけどね、もう甘えてフェネックで行っちゃってますけど、まあここはなんとか勝てたんでね、もう結構甘えてる場面多いなって後から見たらねすげえ思うんですけど、まあオンリー2チームってことで、あと3人ですかね、自分以外に3人なんで、まあ真ん中、まあ上上がれたらいいんですけど、まあ真ん中向かって行った時にね2人降りてきたんでちょうど良かったなっていう感じなんですけど、これであと1枚っていう感じなんで、高所取りに行くためにね一番上にいるってのはもう分かってたんで、階段登って上に行こうかなっていう感じなんですけど、まあアンチが来てねこれ上に登れなかったんで、まあ上からね降りてくる読みで、あそこの穴からしかもう下に降りてこれないんで、降りてくる読みでこの降りてきた時のためにまあ高所取って、まあ覗いて待ってるっていう感じですかね。あとはもう降りてきた敵にエイム合わせてやっつけるっていう感じで、こんな感じで今回はねソロスク30キルいったっていう感じですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。一応ね僕なりにいろいろ解説して話してみたんですけど、めちゃめちゃ甘えてる場面がね多かったんで、まあねちょっと参考になったかどうかってのは分かんないんですけど、まあ僕がねアルカトラズやった時に、まあ、意識してることっていうのをねまあ話せたかなっていう感じなんですけど、まあ上手い人とかはねもう毎回30キル超えれたりとか、まあ40キルいってる人とかも多分いると思うんで、まあそういう人には多分参考にならないと思うんですけど、まだね30キル超えてない方だったりとか、毎回30キルね、まあ、僕も出せないんですけど、まあ、出せるようにねするためにまあ、心がけてることってのをねまあ、参考にしていただけたらなと思って、まあ、今回話させていただきましたということで、ぜひね参考になったという方は高評価の方をしていただけるとね、僕らのね動画に対するモチベーションっていうのはめちゃくちゃ上がりますんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いしますということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。